Shalom. A simple shepherd boy so touched the heart of God that God chose him to be a physical representation of his rule. 羊の見ている男の子、その子の心が私の心に触れられました。デイビッドが、私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。私の命の日の限り、主の家に住むことを、主の麗しさを見仰ぎ見、その宮で思いふける。そのために、主の霊が私たちの心に触れられます。主のデイビッドが持っていたのと同じ油注ぎが私たちの上に、また新しい燃える炎のような新しい油注ぎが私たちの上に注がれることを主に祈ります。主とまた深いあなたの油注ぎを あなたの目を通して私たちを見ることができるように祈ります。アーメン。